日常サイドとダークサイドがつながってきそうですね、うん、八乙女さん、まあ、日常サイドっていうか、うん、深刻ぞ。そのですね。そういうことか。キュートのキューが入っているから可愛いと思う。おお。髪だけがサラサラのゾンビって不気味なのです。確かに。ゾンビになっても髪のケアだけは忘れたくない、そういう気持ちが生み出したウイルスなんだろうね。致死率は 200% です。200ゴース。 200% とはどういう意味だ。あのコウミさんが怖い方がいいと言っていたので、死んでゾンビになって、ゾンビになってまた死ぬので、致死率 200% です。意味がわからない。そんな可愛くて危険なウイルスが東京で発生したというのかね、サラサ情報大臣ちゃん。はい、テレビもネットも大騒ぎです。情報大臣ちゃん。はい、ゴアス、やってやろう。みんなで私を見るのやめてほしいのです。分かっとるよなっていう視線。ゴアス、やります、やります、やりますから。それではコウミ部長、当初から予定していた避難場所への移動を提案するのです。ノリがいい。15キロ。うん、だよな。結構な。へえ、そういう風に作ってあるんだろうな。ああ、良いね。うん、あれ、サラサちゃん巨大缶詰を持っていかないの。はい、これからも練習用のおもりに使いたいですし、食べるのはもったいないです。本当の週末の時まで取っておこうと思います。夏休み初日、おお、初日なんだ。てかパイが。そうですね。でもそういう日が来たらみんなで食べたいです。だからこれは取っておきます。2キロ5人、1人400。なかなか、いやまあでも1食で食うってあれじゃないだろう。まあでも開けたらそんなには取っておけないだろうから。うん、非常食っつったらまあ乾パンとかもね。なんかでもあれは水分が欲しくなるけどな。こんなところに来るのは初めてだぜ。日常的にここに来るのは林業か役所の人だけなのです。うん、
牛丼、カツ丼、ラーメン、カレー。うん。ネギ畑。もしかしてもう登山が始まっているのかい？まあまだ始まってはいませんよ。でももうそろそろですね。というか、ここなのです。ここが八仏山登山道の入り口なのです。ここがですか？というがどこが道なんだ？道なき道ですから、ここですってば。ん？山のすすめっていうアニメありましたね。それ不意に思い出した。すごいな、ここなんだ。看板も出ていないし、知らなかったら気づかずに通り過ぎてしまいそうだね。うん。うん。ごわすの。マイナー低山の登山道なんてこんなものなのです。ま、人間の作った獣道みたいなものではありますね。なるほど。ではここからが本番なのです。頑張ります。変に気合を入れると体力がなくなってしまうのです。リラックスしていくのです。はい。うん。一応工程を再確認しておくのです。八仏山を尾根沿いに進んでから道を外れて谷を下ります。そこの河原が今回の目的地なのです。しばらくは緩やかな傾斜なので落ち着いていきましょう。予定通りここからは私が先頭を行くのです。最後尾はコウミ先輩なのです。ふむ。うん。コウミ先輩、確認しますが、クマスプレーをリュックの取り出しやすいとこに置いてますか？クマスプレー、クマよけですか？うん。撃退用のスプレー。そういうのあるんですね。前も説明しましたが、もう一度言っておきます。離れているクマに効果はないですから、4メートルくらいまで接近してきたら噴射するのです。4メートル。うん。どんぐらいの効果をなすんだろうな。あと人体の影響は。本当にあんだろうな。でも言っておきますけど、クマと遭遇したらキャンプは中止してすぐに帰りますからね。そらそうだ。はい、分かっています。週末が来る前にクマのごちそうになりたくないので。相手はヒグマじゃなくてツキノワグマなので、この人数で移動していて殺されるということはないと思いますが、死者が出ることもありますからね。あるんだな、やっぱクマの中にもクラスが。ヒグマ確かによく聞くかもしれない。ツキノワグマの方が弱いのか。いざとなればレスリング部仕込みのタックルで壊す。無理や。いや、極限の決断としては悪くはないのです。ごつ、クマに襲われた時の対処は古来から2通りあるのです。
死んだふりをするか戦うかなのです。どちらが生還の可能性が高いのか議論は続いているのです。死んだふりはアウトだな、なんかだ結局ダメって聞いたことある。はい、フェルマーの最終定理よりも難解なのです。漁師、冒険家、登山家、熊の研究者によって意見が違って統一した見解はないのです。なんか大熊がなんか人里に降りてきてなんか大量にね殺されるっていう事件ありましたね、それ昔。結局なんかマタギにやられたんだっけ、じいさんの。すごい事件だったみたいですね。そうだったのですか。前も説明しましたが、統一した見解としては走って逃げるのだけはダメなのです。クマが追っかけてくる可能性が高いです。まあ無理だよな。クマに会ったら死んだふりをしろというのは聞いたことあるし、それなら私にもできそうだけど、戦ってクマに勝てるものなのかい。クマの命を奪うという意味での勝つは不可能なのです。ただし撃退するという意味での勝つは可能なのです。反撃すればクマは逃げてくれるかもしれません。ほう、繊細な。そういうことなのです。戦って追い払うことはできるのです。戦うか死んだふりをするかなら私はファイトするのです。いけるんか。勇ましいね。私もファイトします。はい、気持ちとしては逃げるのが一番楽だと思います。でも逃げるのがダメなら立ち向かう方が楽です。クマが近づいてくるのに死んだふりでじっとしてるのは怖いです。なるほど。ファイトゴアス。みんなが一緒なら私もファイトするよ。これだけクマに好戦的なパーティーも珍しいのです。言っておきますが、クマが襲いかかってきた時だけですよ。自分からファイトを仕掛けるのはダメなのです。うむ。そういえばクマよけの鈴とかつけなくていいのかい。ふん、なんか聞いたことあるんです。鳴っているのはうるさいですからね。はあ、歩くたびにチャリチャリ言われるのはストレスなのです。あの音が響くたびに精神をすり減らされる気がするのです。経験ありなんだな。辻香ちゃんの前世はクマかな。その気配はありますね。先を歩く集団が全員クマよけの鈴をつけてたりすると、はっきり言って地獄なのです。距離を空けようと休憩してたら次の集団も鈴をつけてたりして、私の一日が終わるのです。かわいそうに。その気持ちわかる。私は耳元で発泡スチロールの擦れる音が響きまくったら3時間と生きていけないね。魚菓子は私にとって耳地獄だよ。うわー、わかる気がする。黒板引っかく音とかな、あれ本当に嫌だよな。なんであんな音するんだろうな。鈴は人間はここにいるぞと知らせるために鳴らすのです。どうせ喋りながら歩きますよね。クマが気づくという意味では鈴の音と喋る音に違いはないのです。そうなんだ、鈴だからいいってわけじゃないんだ。わかりやすいようにか。田舎の農家とかラジオを大音量にして作業してるのです。どうしても不安だというのでしたら大きな声で歌うか、お得意の卑猥な冗談でも言っていたらいいのです。ふっ、ぐに？ん？微妙に私をディスったのかな。かわいそうに、
その言葉がどんな惨劇を生み出すのか辻香ちゃんは想像できないんだね。加勢しますね、八乙女さん。狭い物質だから体をえぐるようなダメージがありますけど、こんな自然の中で卑猥な冗談を言っていたらきっと虚しくなりますよ。私は自然に勝つよ。八乙女さんはやるでござす。お、やる気だ。ではいよいよ山に入るのです。ブリッパーズ。はあ、それからどうした。ニックツーボ、ミッツツーボ、ヌレツーボ、ハンナツーボ、ヤワツーボ、アタッキツーボ、アンマツーボ、タッポツーボ、オックツーボ、ミダラツボ。よいしょっと。よいしょじゃないのです。ダメでしたか。サラサは私側にいてくれないとダメなのです。バランスが取れないのです。ハンナツーボ、ウレツーボ、ミッタルツーボ、オッサナツーボ、イキツーボ。ふごめんなさい、私が悪かったですから変な歌はやめてください。歩くペースが乱れるのです。観念したか。また勝ってしまったようだ。私は生まれてから一度も敗北したことないからね。さすがやで。やっぱり自然の中に入ると都会的な歌よりも民謡っぽい歌の方が馴染むね。民謡。民謡は好きなだけ歌っていただいていいので、過剰な下ネタだけは勘弁してください。せっかくの山の空気がよどむのです。八乙女さんはごったましが排ガス発生装置ごつ。完全勝利した後だと山の空気が余計に気持ちいいよ。そう思っていただけたなら負けた甲斐があったのです。困っている人もいるだろうから不謹慎だとは思うが、今日は涼しくてよかったね。山の中を歩いていると気持ちがいいよ。でも明日はバッチリ真夏日になるって天気予報で言ってましたけどね。あー、レイカか、うん、まあ暑くない夏はそれはそれでなんかあんまりあれですけどね。暑かったら暑かったでめんどくせえけど、異常気象といえばずっと雨が降り続けてみんな死ぬ箱舟とか、温暖化で大変なことになるヒートとか、氷河期が来るデイアフタートゥモローとかあります。ほう、うん、気になるね。週末の種類は無数にありますから。今日はウイルスから逃げてるんですもんね。はい、ワールドウォー Z の序盤の展開みたいなのを考えてます。ほう、さてと、ここで少し休憩するのです。まだまだ歩けるぜ。はい、歩けます。練習したのですから余裕があって当然なのです。でも皆さん山に慣れてないのですから、疲れる前に休憩していきましょう。なるほどね、いい配慮だ。まあネットで休憩のタイミングについて書くと命乞いしたくなるほど叩かれることもありますけどね。
結構書き込んでるんだな。うん。だな。下ろして水を飲んで、こういう小休止の時は荷物を下ろさない方がいいという意見もあって、ふっいいじゃねえかよ。というわけで切りがよいので一旦切りますか。うん、まだまだ続きそうですね。